エアー・アウストラルのボーイング777から 200ER エール・オーストラルはフランス料レユニオンを本拠地としている航空会社である。また、エール・オーストラルはフランス語での読み方で、英語ではエアー・オーストラルである。1974年10月にリーユニオンエアーサービスとして創立、翌1975年3月から運航を開始し、 1987年にエアーリーユニオン、1990年に現在のエアーアウストラルと社名を変えた。東、アフリカ、インド洋周辺地域に不定期便の運航を行う。ほか、2003年6月28日よりパリへの直行便を運航している。2021年1月現在の使用機材は以下の通り、 atr 七十二から五百ボーイング七百三十七から八百ボーイング七百七十七から三百 er。ボーイング七百八十七から八ボーイング七百三十七から三百ボーイング七百三十七から五百ボーイング七百六十七から三百 er。 ボーイング777から 200ER ボーイング777から2 0 0 l r ー l オーストラルはエアバス社が開発した超大型機 A380 から800を2機発注し2014年に就航させることを目標としていた座席はすべてエコノミークラスに統一する予定でありこれが現実となれば総座席数は840席に達し 航空市場旅客機における最多の座席数を誇るはずであった。この計画発表により座席の多さとそもそもの機体の大きさから空飛ぶイワシの缶詰とも呼ばれたという。しかし、同社は納入受け入れを再三にわたり延期していたため、この発注はキャンセルされ、史上初となる単一クラスの A380 の就航も幻となった。 デイユニオンフランスマヨットモーリシャスセイシェルコモロ、南アフリカ共和国タンザニアモザンビークマダガスカル、中国インドタイ。ありがとうございます。